皆さんこんにちは。学習塾ネスト福知山のみかです。今日はですね、釣り合いというところのお話をしようかなと思います。運動会なんかで綱引きをしたりすることあるかと思います。大勢の人が二手に分かれて綱を引き合って、どっちの方がより引けたかっていうのを競い合う競技ですね。あと、ラグビーでスクラムっていうのがあります。フォワードと呼ばれる、割とチームの中で大きい選手が8人同士で、計16人組み合うんですけど、でそれ組み合います。大体ね、トップレベルなんかで言うと、もう1人の体重100キロを超えるので、もう800キロ以上、ね、最近ではもっと大きな選手も出てきて、大体1チームのフォワードの総、体重っていうのは、1トン近くになっているという、そういうこのラグビーのこのスクラムの押し合いもそうですけど、この綱引きでもラグビーのスクラムでも一緒なんですが、力加えているのになかなか動かないって時があります。綱引きだったら引っ張ってるのにお互いに止まっているって状態で、スクラムももうむちゃくちゃ前に押してる、お互い両チームが前に押してるのに力が拮抗してこう物としても全く動かない状態あります。でそういう状態のことを釣り合っていると言います。もうちょっと詳しく言うと、一つの物体に2つ以上の力が働いていて、その物体が静止している、その時釣り合っていると言います。例えばこれ、何か物を2人がおっしゃっている、物体に 2つの力が働いていて、で動かなかったら釣り合っていると言います。で物体を引っ張っているとき、綱引きと一緒ですが、この時も1つの物体に対して2つの力が働いています。で釣り合うときっていうのは、どういう条件が必要なのかっていうのは、実験なんかを通して学校では勉強するかと思いますが、ここではもうそこはちょっと省略します。で、条件3つあります。これめちゃくちゃ重要です。これはもう一字一句覚えないといけないかなと思います。で、二力の大きさが等しい、釣り合う時っていうのは両方の力の大きさが一緒じゃないといけない。綱引きでもスクラムでもお互いの力が一緒の時は動きません。二力の向きが反対である、どちらか一方が逆を向いて二人とも同じ向きとか二つとも同じ向きになると物体は動いていくので釣り合いとはできません。二力は同一直線上にある、必ずこの力のこの向き、作用線が一致しているというか、そういうふうになってないといけないです。で例えばですね、こういうものがあったとして、長方形の左上を持って、みんなで言うと左側に引くのと、右下を持って右側を引く、ね、横に引きますね。でこの状態では作用線は一致しませんが、引いていくと必ず作用線は一致するようになっていきます。なので、物体がピタッと止まった時に作用線が一致していて、入力の向きが反対であって入力の大きさが等しい時は釣り合っているというわけです。一つでも欠けていると、物体は動いたりします。はい。で、釣り合いの勉強の中でちょっと覚えててほしい単語があります。でそれが摩擦力と垂直抗力、この2つです。台があって本が置いてあります。本に対して指で押すんですね。押してもちょうどいい強さだったら本は動けませんね。その時、押した向きと逆向きの力が働いているんです。それは、本と台が設置しているこの部分なんですけど、摩擦力っていうのが働いています。で、あともう一つ、こっち。本が置いてあります。台が置いてあります。で物体には重力が働いているっていうのは知っていると思います。でも重力が働いていったら、どんどん物体は下に行くだけですが、台の上にずっと置いてありますね。それなんでかっていうと、この
台が本を押す力、垂直抗力が働いています。で垂直抗力っていうのはこの重力に対して垂直抗力っていうふうになってるだけじゃなくて、例えばホワイトボードをこっち向きに向こう向きに押しますね。で動かない、動かないです。押してるけど動かない、その時はホワイトボードから手前側に垂直抗力が働いています。垂直抗力ってのはそういうふうに覚えてください。で、今日のこの筋穴三条筋を覚えたところで、1年生の理科の、全部文を終了しました。まあ、生物の範囲からこの、ね、筋穴のこの物理的なところの範囲まで幅広く学習していくと、してきたと思いますが、2年生、3年生になっても、理科は積み上げの教科だと思うので、これからも勉強が頑張っていきましょう。はい、それでは動画終わります。ありがとうございました。